はい、橋本でございます。今回ですね、こちらの人参の補助っていうか、買ってる時に、あ、やべえ、撮るの忘れたとか思って、今カメラ回してるんですけども、見てください。大津の方ね、自分の胸以上あるぐらいね、綺麗に生えそうとってくれました。ということで今ねちょっと寝ちゃってるけど買っていっております。現在進行形。ということで、ここの補助、牧草になるまで、見ていきたいと思います。早速行ってみよう。もうやっちゃってるけど。ということで、ね、ロールまで終了いたしました。いや本当はね雨当てたくなかったんだけど、一回ね、なんていうんですかね、ゲリラ豪雨じゃないですけどね、夕立っつう感じのね雨が来ちゃって一回当てちゃったんですけども、まあね、それにしても乾いてくれたかなと思っております。あとはね、ここシュート用の人参いよいよ始まります。で、前段階として、この前作で、大津麦の方をね、作って、次はですね、いよいよ堆肥を振って、ぶってねいろいろ肥料振ったりして、土作りから、人参のね葉種の方まで行ってみたいと思います。はい、ということで、今回もね最後までご覧になっていただき誠にありがとうございました。いよいよ人参の季節が来ます。まあね、この前の動画で多分やったんですけども、イノシシがねちょっとねまた悪さをねし始めてるんで、そこにちょっと気がかりではありますけども、なんとかねやっていきたいと思います。以上、橋本でございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。